今まで当社は創業以来ずっと人で作業をするというところに特化をしてきましたけれども、当社が今進めている技術革新のその目的はですね、人と技術のハイブリッドのモデルを確立して新たなサービスを展開していこうというふうに考えています。オサロさん、複数の AI モデルを組み合わせるという点において強みをお持ちですので、今回ご一緒することになりました。まずはピッキングと自動走行ロボットの自動化について取り組んでいきたいというふうに思っております。今回は特にピッキングの工程を対象にしてまして、ピッキングで行われるものを取ってくるという移動の作業と、ものを取る作業、こちらの方を自動化を置き換えることによって、どのような課題が出てくるか、そういったところを検証しています。例えばハードウェアでいうロボットの位置の問題であったり、ソフトウェアでいう制御のタイミングの問題であったり、データを連携するというか、そういったあらゆる連携に関するところの問題、課題を抽出して検証しています。河野駅ミュー様では、昨年の3月にこちらのイノベーションセンターを開設されて、もうすでにインビアという TOTO ピッキングの AMR のソリューションを展示されていました。オンサロとしてはその後工程のピースピッキングのところに力を入れてますので、一緒に展示することで、一貫されたソリューションとして物流業界の人たちに受け入れられるのではないかなと考えております。オサロの技術の特徴はマスターレスとピーチレスです。これらの技術を用いることで SKU 数の多い物流業界においても様々なシーンで貢献できると思います。オサロはこれまでいろいろなロボットメーカーだったり自動倉庫と連携したことがあります。でそのやり方はとても簡単で、お互いの API を用意してそれらをコントロールするラッパーの部分を作って、そちらからそれぞれのロボットにコントロールしてあげる。で今回ラッパーの部分はオサロのエンジニアが制作いたしました。物流業界の課題としてはやはり AI だったり深層学習、強化学習、ロボットもそうですけども、いろんなテーマがある中で、やはり実導入に関してはなかなか一歩目進めないところも多いんですけど、このような形で河野駅様がやったことによって、物流業界の人手不足の解消であったり、あとは倉庫の環境も決していいとは言えないので、そういった中で人の負担を減らして、本当により自動化で回っていく物流を作っていけないかなというふうに思っております。 Osaro is excited to partner with Konoike and Invia to show the combination of Invia's AMRs and Osaro's peacekeeping robots.Konoike's Innovation Center is a unique example of a flexible, modular, and brownfield-compatible fulfillment system. Future warehouses will use a system like this to meet increasing customer demand without the need for large amounts of manual labor. 今は人でやっている 3PL の作業をですね、オサロさんの技術を活用して、よりアップグレードをしていくということを目指していこうというふうに考えております。